本日は数件出版スタディアップノート数学1の演習79-80を行っていこうと思います。次の方程式不等式を解け。練習79-80は絶対値を含む方程式と不等式の解き方です。絶対値を含む方程式と不等式は、こちらの解き方、絶対値の処理の仕方を利用していきます。A がプラスの数字のとき、まず1、絶対値イコール数字の方程式の場合は、x イコールプラスマイナス a となります。例えば、絶対値 x イコール3であれば、原点からの距離が3である x の値ということなので、x イコールプラスマイナス3となります。次に、2。絶対値 x 小なり数字の不等式の場合は、マイナス a 小なり x 小なり a となります。例えば、絶対値 x 小なり3であれば、原点からの距離が3より小さい x の値ということなので、数直線にすると、このようになるため、マイナス3、小なり x、小なり3となります。そして、3、絶対値 x、大なり数字の不等式の場合は、x、小なりマイナス a、a、小なり x となります。これも、例えば、絶対値 x 大なり3であれば、原点からの距離が3より大きい x の値ということなので、数直線にすると、このようになるため、x 小なりマイナス3、3小なり x となります。これらの解き方を利用して解いていきます。79(1)絶対値 x イコール5では、原点からの距離が5である x の値ということなので、x イコールプラスマイナス5が答えとなります。(2)絶対値 x 小なりイコール7では、原点からの距離が7より小さい x の値ということなので、マイナス7小なりイコール x 小なりイコール7が答えとなります。(3)絶対値 x マイナス2イコール5では x マイナス2が原点からの距離5であるということなので x マイナス2イコールプラスマイナス5と式を立てられます。これらを x マイナス2イコール5、x マイナス2イコールマイナス5と2つの式にしてそれぞれ解くと x イコール7、x イコールマイナス3となり答えとなります。(4)絶対値 x プラス3大なり7では x プラス3が原点からの距離7より大きいということなので x プラス3小なりマイナス7、7小なり x プラス3と式を立てられます。これらをそれぞれ解いて x 小なりマイナス10、4小なり x
となり答えとなります。80括弧1絶対値 x 小なり12では原点からの距離が12より小さい x の値ということなのでマイナス12小なり x 小なり12が答えとなります。括弧2絶対値 x 大なりイコール9では原点からの距離が9以上である x の値ということなので x 小なりイコールマイナス9、9小なりイコール x が答えとなります。括弧3絶対値 x マイナス6イコール8では x マイナス6が原点からの距離8であるということなのでx マイナス6イコールプラスマイナス8と式を立てられます。これらを x マイナス6イコール8 x マイナス6イコールマイナス8と2つの式にしてそれぞれ解くと x イコール14 x イコールマイナス2となり答えとなります。括弧4絶対値 x マイナス7小なりイコール2では x マイナス7が原点からの距離2以下ということなのでマイナス2小なりイコール x マイナス7小なりイコール2と式を立てられます。真ん中の部分を x だけにするために各辺に7を足して5小なりイコール x 小なりイコール9が答えとなります。もしよろしければチャンネル登録・高評価いただけたら次の動画の作成の動機になりますのでよろしくお願いいたします。またお近くにお住まいの方で塾をお探しの方がいらっしゃいましたらただいま無料体験授業を行っておりますのでこちらの番号にお気軽にお電話ください。その際には無料体験授業を受けたいという形でお電話いただければスムーズに受付できますのでよろしくお願いいたします。